先ほどもご覧いただきましたが、最初は1000人から始まり、2000人、3000人と人数が増えるに従い、名称を変更してまいりました。会場も西宮球場からここ京セラドーム大阪へと変わり、その時々の趣向でいろいろな演奏演技をしていただいた本の一部をご覧いただきました。さてこの後フィナーレの1曲目のアルメニアンダンスパート1の準備ほぼ整ってまいりましたが、長い間3000人の吹奏楽にご尽力いただき、一昨年お亡くなりになりました淀川工科高校の丸谷明夫先生がアルメニアンダンスに寄せる思いを語っておられるシーンをご覧ください。この3000人の吹奏楽のフィナーレといいますと、第55回から毎年演奏していますアルメニアンダンスパート1ということですが、改めてどんな曲か先生からご紹介いただけますか。吹奏楽のために書かれたアルメニアンダンスパート1は、アルメニア教徒の民謡を素材にした舞曲ダンスですね、それを毎日の学習の時に書いてるんですけど、どうですか、オーケストラでいうベートーベンの第9年吹奏楽のこのアルメニアダンスがいつでも一般の皆さんに親しんでいただけたらと思って、毎回毎回やってるわけでございます。丸谷先生にとってこのアルメニアダンスパート1というのは、言ってみれば恋みたいな感じですか。もうその通りですね。もういつでもずっとやってるわけです。どこへ行ってもこの曲やって、そのうちに皆さん覚えていただけるかなと思って、もう次の世代まで残したい吹奏楽曲の一つです。丸谷先生のこの映像は、前回の2018年テーマが音楽に恋してるということでここでお話をした。もう今もきっと丸谷先生はここにいらっしゃると思います。こちらにいらっしゃるのはアルメニアダンスパート1を今日指揮してくださいます、淀川工科高校の出迎え先生です。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
それではいよいよ出場者全員による光のグランドフィナーレ、3000人の吹奏楽の毎年この光の演出も見どころの一つです。今年は We Are the World